白杖ラボ感想などどうですか？あ、僕はめちゃめちゃ好きですね。なるほど。そこが好きですね。やっぱこの川に突き落とすシーンで、いや、いつだったかよく思い出すね。確か誰かを待っていた。僕はひどく緊張していた。そのうち兄さんが臭いと言い出したって言って、うん、覚えてるだろ兄さん知らん。でも兄さんが臭いと言い出したんで、これ突き落とされて、うん、で、あの時の兄さんは残酷だった。緊張のあまりうんこを漏らした僕を川に突き落とした。この僕が泳げないことを知っていながらに対して、もうよせ、俺はお前を見捨てたりしなかった、だから今もこうして一緒にいるんじゃないかっていう、この流れが、いや、なんかその友人同士のね、いじめに加担したりとか、あの友達を裏切ったりとか、裏切られたりとかする時の感覚にすごい近いんですよ。これはもっと大きな話をしてるんだけど、いや、俺はお前を見捨てたりしなかったってこう言い聞かす、自分に言い聞かすして人って生きてるじゃないですか。多分みんないろんな人を裏切って生きてきて、うんうん、もちろん。だから結局さ、これはさ、相手を思いやっているように見えて、自分をね、自分を大事にしているんだよね。どれだけ自分を大事にして自己正当化して、うん、そういうのがね、多分ね、その感覚をね、多分川に落ちていくっていう風に表現してるんじゃないかなって思うんですよね。川に溺れたっていうのは抽象的な話で、うん、テロとして人を刺しに行った時、兄貴は来なかったっていうことが、うん、多分兄貴は俺を突き飛ばしたっていう意味で言ってるんじゃないかなという向きもあります、ね、なるほど、うん、まあ本当にあったのかもしれないけどね、多分オーバーラップするように書いているんじゃないかなと思います、お互いがナイーブで、お互いがお互いを傷つけたくないのに、そのお互いを傷つけたくないという思いから自分自身を傷つけることで相手を最も傷つけていくという、本当に共依存家族の話だよね。おそらくそういう時代だったんだと言いたいのではないかという感じがしますよね。でもこの敵の見えない感じとか、いない敵に向かって戦ったし、もしくはもういないものを待っていた、両方同じなんだよね。つまり戦っていたのもいないやつらで、自分たちが待っていたものもいないやつらっていうことなんだよね。時代認識としては非常にきついというか辛いというか、苦みのある話だなっていう気はしますね。まあありていな感想をちょっと、私の非常に大行な印象を受けますね、まずね、現代においては。これね、初めて読んだのは二十歳になる前だったんですけど、実は高校生ぐらいの時に読んだんですね、一度ね。でね、まあ正直、まあ10代の、若造からするとね、これは大げさだなと思いましたね、ごく単純な意味で。で、まあ時代がかってるっていうか、まあいかにもね、文学趣味っていう感じがしたんですよ。まあ読み慣れてくると、この文体もね、言ってみればね、こう、コクがあるというかね、あの待ってましたって感じになってくるんですけど、さすが清水くん、よし清水くんよみたいな、あの、まあ、これこれみたいな感じになってくるんだけど、まあ、読んだ当時はまあ若すぎたというのもおそらくあり、まあ、でもね、この72年には多分あの客席にいたぐらいの年齢で僕は読んだと思うんですけど、18、19、20ぐらいのね、だけど読んだ当時はかなり距離を感じましたね、やっぱ自分との距離、時代との距離というか。小崎なんでいくつぐらいで読んだんですか、これ。僕24の時だと思います。これ上演した時に初めて読んだ。あの、そうです、そのリーディングをした時の小崎はどうでした？あ、でもむしろキャッチでしたね。そうなんだ。その言葉が強い分、だから、まあ、例えば僕別に長い文章を読むの得意なタイプじゃないので、あ、そうだ、こう途中で飽きてしまったりとかこうバーバーバーってずっとこう僕に刺激をこうぶつけてくる感じ。なるほど。だから言葉の力が強くて、それをこう楽しみながら内容が入ってくるみたいな。なるほどね。あ、じゃあそれを帰ってよかったみたいな。そうですね。なるほどね。まあ、僕はこういうの好きっていうのもあるかもしれない。好みでもある。好みですね。あの、こう振り切ってるのが好みです。なんかもうものすごくこう淡々とリアリティリアリティな会話も好きだし。なるほどね。これぐらいこう劇的にやられると、劇的って言っていいのか分かんないですけど、ドラマティックにね、盛り上げ、ま、続けるというかね、テンションが落ちないよね、この芝居特にね、なるほどね。まあ散々言ったように、その詩のようなね、自己陶酔的なセリフがね、まあ、とうとうと語られるスタイルなんですけど、さっき穂崎さんが言ったように、まあ、弟の役目がそもそも詩人なので、まあ、これはね、自覚的だと思うんですよね。俺はもう詩を喋ってんだということに、まあ開き直りもあると思うんですけど、なんか蜷川さんに演出預けてるから、多分自分はもうとにかく文学的な自分の趣味を満足させるものを書いてるっていう気がしますね。でもね、まあ、正直言うとそれでいてね、なんか途中でダンス始めちゃったりするあたりが、まあ、もしくはあの兄貴をいきなり白塗りでパンツ一丁にしちゃったりするところがね、ちょっとねお芝居みたいな感じが、こういっちゃなんですけど、中途半端にちょっと出てくる印象もあって、まあ、ややちぐはぐしてるかなって感じがするのね。あの全体の体裁としてはね、ちょっと徹底してないような気もするんですよ。あのそれはそのダンスをするとかは まだしも、あの白塗りでパンツ一丁っていうのは別に演出に任せてもいいんじゃないかなっていう気もしないではないという感じはしましたね。まあ、あの正直言ってね、チャーミングではチャーミングなんですけどね、なんかチキがあるというか、茶目っ気は
はあるなとは思うんだけど、うん、ややそのスタイルにあの整合性を欠くなという印象は当時ちょっと持った覚えがありますね、うん、そういうの別に感じないですか？特に違和感みたいなのは感じない？いや違和感はめちゃめちゃ感じる、めちゃめちゃ感じるよね、うん、だってどう考えてもおかしいことが起こってるから、うん、でもなんかこうそういう負荷を演出家とか俳優方ってことだと思いますね。あえてそれをぶち込むことによってこれどうすんだみたいな、現場に稲川さんに預けてるもんね、うんうんうん、結構ずるいところあるよね、あんま出すって書いちゃうみたいな、で、ね、多分稲川さんはもう絶対書いてあることは出すから、なんかねそうらしいですよね、うんうん、絶対に再現するみたいな、なんかね、それこそその戯曲と上演台本のなんか線引きが曖昧というか、まあ、狙ったものかもしれないけど、まあ、しつこいけどね白塗りでパンツ一丁とかの指示をあのトカキでするのはちょっと上演台本寄りかなと思ったわけなんですよ、戯曲というより、まあ、ひょっとしたら分かってるけどあのシャレなのかもしれないですけどね、ある種のおちょくになるかもしれないような気もしないでもないんだけど、そのトガキに書かれてるじゃない、その白塗りでパンツ一丁のアニメ、それ読んだわけだもんね、尾崎さんはね。いやでも、あ、これで押すんだって、もう書いてあったら僕は結構乗っかっちゃうので、割とテキスト至上主義なんだね。あ、僕はそうです、もうあの全部書いてある通りだと思ってますね。なるほどね、うん、でちょっとね、その上演台本と戯曲の線引きが微妙に曖昧かなって思ったの。ただね、まあ、この深夜の公衆便所っていう舞台設定ね、これがまあ抜群ですね。いやとってもよく聞いてる、ヘッドライトもそうなんだけど、うん、いわゆるこのものすごく狭い矮小な世界、しかも便所じゃない、うん、というのがいわゆる自分たちが生きてきた世界だったんだという認識なんだよね、おそらくね。いわゆる学生運動、まあ、世界の革命を学生たちが、まあ、若者が本気で目指したというような、うん、その場所がね、実はね、夜の新宿のね、便所で、そこが世界の全てだったんだっていう認識、これはね、すごくうまく聞いてる、あの、まあ、テーマにバッチリ合ってる。そこから世界が見えるわけがないし、ね、でもそこが世界かもしれないし、の全てだというようなところじゃない、これがね、バッチリ聞いてる、もう舞台設定が完璧っていう感じですね、うん、まあ、だからその自分たちがね、夢を見ていたことに対するね、強烈なまず自己批判、ね、便所だ、所詮そこから一歩も出ないってことね。で、舞台としてもうまいと思います、これは、うん、しかもその便所にバラをばらまくね、それが効いてるよね、うん、便所にバラなんだよね。で、まあ、そのね、大きな話をね、小さな場所で展開するっていうのはね、結構いいですね、テクニカル、まあ、でもやっぱその分ね、やっぱりこう壁が壊れるとかね、なかなかこうむっと思うようなところもあるんだけど、無理もあるなという気はしないではないんだけど、まあ、それは、まあ、まあ腐すほどのことではないですけどね、これはね、あのなんかちょっと別の本で読んだことがあるんですけど、あの実際にね、あの都内の便所の発展場をね、蜷川さんとね、清水さんロケハンしたらしいですよ、あの見て回ったらしいですよ、男2人で、まあ、覗きをしに行ったらしいですよ、実際にね。うん、まあ、だから結構取材に基づいている描写らしいんですけどね、まあ、彼らも若かったですからね、うん、あのなんか新宿 の, その2丁目もそうだし、あと 渋谷の宮前公園なんかに覗きに行ったという。で、これはまあさっきもちょっと言ったように、時代背景というものがないとまるで分かんない話とも言えますね。まあもちろんこの DV し合うあの愛憎劇と取れるんだけど、まあなんでこんな話かっていうのは、その連合赤軍の浅間山荘事件というのが、まあ、1972年の2月にあったんですよね。この芝居10月です、うん、同じ年の、まあ、それまで若者たちはもう世界を変えるんだって言ってですね、社会と戦っていたと自分たちは思ってたんですけど、その連合赤軍事件が明るみになった時、結局その内部での内ゲバ、仲間同士のリンチ殺人になってしまったということが明るみに出ちゃったんですね。で、終わっちゃったんです。これまでの自分たちがこのエネルギーをかけて正しいことなんだってアジテーションしてたものがね、まあ、狭い世界での結局リンチ殺人会っていう感じになっちゃって、学生運動っていうのはこれを契機にもうしぼんじゃったんですね。終わりって感じだったんです。で、それまでアングラの人とか、特にこの、清水邦夫さんと蜷川幸雄さんもそうだし、まあ、唐十郎さんとかもそうなんですけど、まあ、あと佐藤誠さんとかもね、そうなんだけれども、とにかくその若者たちが世界を革命するんだということにすごく支持してて、それを煽ってた人たちなんですね。ところがこのように時代に裏切られてしまったというか、実際にはなんだリンチ殺人じゃんお前らがやってることって言われた結果、もうそのエネルギーを失ってしまったんですね。それが1972年という時代だったんですよ。で、実はね、この戯曲はね、そこに責任を取るっていう内容になってるんです。これはね、すごくいい、潔いと思います。他の人たちはしなかったですね、つまり自分たちがこれは正しいんだお前ら俺たちの言うこと聞けって言って、それが結局殺人になってしまったって時に知らんぷりしたんです、言ってみれば、うん、それは思想的には正しいからっていうようなことを言ったんですね。ところがこの清水邦夫さんと蜷川幸雄さんはそれでは済まさなかったんですね。自分たちが今までいいことだと言ってあじってきた内容で殺人事件が起きてしまったってことに対し、ちゃんと責任を取ろうとしたんですね、作品で。これ素晴らしいことだと私は思います。ちゃんと自分たちが間違ったことを言ってしまったっていうことに責任を取る記憶だからね。それまでこの現代人劇場も
とか清水邦夫、蜷川幸雄っていうのはこの学生運動を強力に支持して、それをテーマに芝居を作ってた。でも自分たちがその扇動した思想は、まあ、ある意味間違いだった、若者を殺人者にしてしまった、なんだってね、狂気ので、その責任を取るという意味で活動を総括する、今まで自分たちがやったことをちゃんと総括するよという意思で作られた作品だし、桜社というのもそのために作った劇団なんですね。でその意味がすごく潔いという思います。徹底した表現者、つまり表現の間違いをちゃんと表現で釈明したっていうかね、あの間違ってたことは間違ってたと言ったという意味でね、便所の影から覗く正体不明の影とかね、あともしくは俺たちは誰を待っているんだろう、つまり敵も味方も影、見えないものっていうことじゃないですか。誰を敵にして戦ってたのかもわからない、誰を待ってたのかもわからないという、そのまあ正体のわからない影に振り回されたというような感じかな、うん、まあだからそれって言ってみれば自意識というかね、はい、自分で自分と戦ってたというようなおそらく内容だよね、うん、自分にしか見えない敵っておそらくそうじゃない、うん、で弟には多分かつての兄貴しか見えてないし、兄貴はかつての自分を商用してくれる弟しか見えてないしね、おそらくね、つまりその革命しようとした世界がね、たかが公衆便所での一晩の出来事に過ぎなかったんだ、うん、そんなことは夢だったんだっていうように見立ててる、結構渋い展開ですよね。しかもさ、最後にその蛇口からは水も出ないじゃないですか、うん、つまり便所から水が出なかったらもう便所としての機能すら失われてるのね、うん、自分たちが行った場所は所詮便所だと言ってるのに、もう便所の機能さえないんですよ、そこには。もう何でもないんですね。なるほど、言ってるのは便所ですらない。で便所で水が流れなかったら終わりじゃん、言ってみればね、うん、だから所詮便所だと言ったその便所でさえもうないっていう、おそらくことなんだと思うんですね。失われてるってこと、便所の機能が。でまあ急進的な兄貴とそれを尊敬して活動にかぶれていく弟が、まあ殺し合うね、そういう形でリンチ殺人をまあ表現してるんだよね、おそらくね。でまあ自分で自分を殺したっていうことでしょう、おそらく最後のシーンはね、結局2人は1人だったんだということだと思います。でまあその死体を今も背負ってねもう誰も活動になんか夢など持てなくなったね、新宿の街をさまようラストなんですけど、あのアングラでよくある演出なんですけど、まあその劇場の搬入口をバーンと開けてね、新宿の街に飛び出していったらしいですね最後はその神江慶三とね2人で飛び出していったらしい、うん、まあ、多分自分と戦って自分という見方を待ってた奴らの、自意識過剰な奴らの物語だ、ね、ハイパー過剰さ、ね、そう、自意識に振り回され続けた時代だっていう多分ことだと思うんだよね。自分たちが何者かっていうことを証明しようとして時代戦ってたつもりで、まあ、実は便所の中にいたっていうことで、きっとそういうこと話なんじゃないかなと思うんだけど、うんうんうん、まあ、今も、まあ、まさにそうっちゃそうですよね。その自意識の戦いというか、うん、その世の中と自分がこういきなりオープンになって自分対世界にすぐなれる時代じゃないですか、世界系ですよね、で気がついたら部屋のベッドの上でスマホいじってただけだったみたいな、その感覚は割とこう引き継ぎやすい、近いんじゃないですかね。ただこの戯曲で上演されてその感覚を言ってるのかって、今の人がなるかっていうとまた別の話ですけど、ピンとくるかっていうかね、内容してるものは全くもって今と通ずるものだと思います。てかむしろちょっと前よりも今との方が通じるかもしれない。ああなるほどね、はい、てか また通じるようになってる時代、でもそうなのかもしれないですよね。だから俺見たの、だからそのクナウカは多分2004年とか5年とかそれぐらいだと思うんですけど、うんうん、一番微妙な時期だったのかもしれないっていうのがあって、確かにこういう SNS 全盛とかになってくると、うん、結構問題がねこう戻ってきてんのかなっていう感じ、そんな気がしますよね。また読み替えやすくなったのかもしれないなと思って、うんうん、時代が回ってね、まあ、パラ戦争っていう、まあ、センスは、まあ、現代だとかとは思うんだけど、まあその便所だっていうところに許されるところもあるかなという、どうバラ戦争、これ美しいと思う、単純に思いますね、うん、なるほどね。いやでもまさにまさに確かに、うん、その、うん、これを読んで、うん、そのまあ、ちょっとこう古いものに対して寛容になっちゃうみたいなところはあるかもしれないですけど、うんうん、まさに便所が世界テーマだったから、ね、この新宿バラ戦争っていうタイトルも成立してるんでしょうね。そういう場所だからこそでバラ戦争でいいというとは、多分確かにある、まあ、途中で出てくるその少年、あの弟が見るパンツ一丁の少年とかね、まあ、そのバラが敷き詰められてるってイメージは、まあ、多分その少年十字軍ですね。13世紀のフランスとかドイツで、まあ、10代の少年少女が聖地エルサレムの奪回を目指して歩いてったという、絶対にできないようなことを子供たちが夢見てやっちゃったっていう事件なんですけどね。結局その子供たちは奴隷に捕まったりとかして、誰も一人エルサレムにはたどり着けなかった、まあ、それを自分たちの失敗した革命に多分なぞらえているんですよね。だからの新宿に埋まってる死体というのは、多分その少年十字軍たち の果たされなかったエルサレムを俺たちが奪回するんだとか、何を考えたのか子供たちがねいや、あの本当にエルサレムで歩き始めちゃったっていう、まあ、それに多分由来してるから、多分それとオーバーラップさせた、あの絶対叶わない革命という意味で、おそらく新宿バラ戦争と言ったんだと思うんでね。子供が
あの身の程知らずにも奇跡を起こそうとした悲劇というようなことで多分ミーニングしてるんだと思うんですね。でもねやっぱ自分たちの活動をして総括してそれを作品にするという態度はね大変立派で素晴らしいと思います。なかなかできないもんだと思います、うん、ではあるんだけど、まあ、やっぱり美化しちゃってるかなというところもやっぱりありますね。まあこういうふうに耽美な世界観でね、まあ思想やね活動とか、まあ、それ自体は間違ってなくて、だけどまあ何かが調子が外れちゃったのかなというような書き方をしてるんだよね。まあこの父親のような小市民的な幸せをねやっぱり足毛にしちゃうあたりがねやっぱりまだ当時の感覚ではやっぱりまだ革命果たせなかった革命をの方がやっぱりその小市民的な世界よりも尊いものなんだという意識はすごくあると思うんですよ。まあ、この辺はね現代の視点から言ったらまあ批判もできるんですけど、でもやっぱりその時代のねライブの感覚だと、さっきも言ったようにこれ浅間山荘事件2月でこの上演10月なんですよ、8ヶ月後でしょ、うん、だからその当時の生の感覚を残したっていうのはすごく貴重だと思うんですね。だから我々のようなその当事者でないものがね知ったような顔をして後の時代から客観的に批判することって、ね、いくらでもできるけど、まさにこの活動の当事者だった人たちが受けたショックを受けたまんま、受けた時代に8ヶ月後に受けたまんま芝居にしたっていうのはねすっごく貴重だと思いますね、うん、だってもともとこの芝居をするためにさ一度解体した劇団をさ桜社として一回復活させたんだよ、わざわざ、うん、だそれはすごいよね。だからその生の感覚残してくれてよかったなって思う。今だったらねいくらでも客観的に批判ができるから、あの漫画でねあの山本直樹さんがレッドっていう漫画書いてましたけど、あれなんかはそういうタイトルですよね、今の視点で完全にドライにあの事実だけを積み重ねていく、それは後の時代の人にはできるけど、この時本当にこの人たちがどういう気持ちだったかはやっぱこの時のこの人たちにしかわからないから、それを残したという意味でめちゃめちゃ貴重だという感じ。清水国夫さんねずっと岸田記憶賞取れなかったんですよね、あの候補に入ってたんですけど、でねこの作品でねその長いこと取れなかった岸田賞を取ったというのも、まあ、ある意味皮肉な感じがしますね、うん、つまりその絶賛活動中だった時は評価されなくて、それが終わったっていう作品で評価されたっていうのがね、うん、ちょっとアイロニーというか、うん、でまあこれは分かりますよね。もともとねこのね文学趣味のねこってりとした思想劇をまあもともと書いてたんだけど、まあ、その思想とか活動に区切りがついたわけじゃないですか、これで終わって、うん、そしたらある意味ね冷静にね一作家として作品をかけてるんですよね、うん、だからその熱に浮かされてないというか冷めた目でやっぱりかけているから、それも完成度すっごい高いんですよねこの芝居、その清水君にはそのそれまでの芝居に比べて、うん、まあ、よくあることだと思うんですけど、あの本人が熱中してる時ってさあらには気づかないじゃないですか、うん、でもそこからふっと冷めた時になんか冷静に客観的に完成度の高い作品が作れちゃうっていうところは多分あるんだよね、うん、はあ、ただね実際に上演された舞台がじゃあどっちの方が面白かったかっていうのは微妙、うん、熱に浮かされた荒削りな作品の方が冷静に冷めた完成度の高い作品より面白かった可能性はあります、うん、やっぱそれはもう演劇はね時代性を、うん、反映してしまうものだから。まあね、あの蜷川さん結構この作品とかその桜社とか清水邦夫さんに対してお亡くなりになる前に結構いろいろメッセージを残されているんですけど、うん、まあ、連合赤軍についてはですね、シンパシーを持って時代とともに走ったことについての心情的な責任を取らなきゃいけないなって思ったっていうんですね、うん、夢で加担した人はその夢に責任を取らなきゃいけないと、まあ、まさしくそういうことを自分たちの劇団がやりたかったんだと、まあ、さっき言った総括をしたかった、うん、でも結局翌年、まあ、泣かないのか泣かないのか1973年のためにというすごいタイトルの芝居の落尾に、まあ、年明けた新宿文化の舞台に立って、まあ、新宿を撤退を宣言して、で翌年は解散と、で蜷川さんはすっぱり小劇場と足を洗っちゃってですね、小演劇の世界に行っちゃうと、まあ、自分たちがね散々批判してきた、まあ、体制側に行っちゃったわけだからね、まあ、さっきも言ったようにこれはもう非常に悪く言われたと、まあ、でここで時代が変わったんです。とにかく革命劇、社会を変革する劇というアングラル理念が消えたんですね。で唐さんなんかはすごいから今度はパレスチナ行っちゃったんですよね、この人。日本ではダメだったかもしれないがまだパレスチナがあるって言って中東行ってパレスチナでカラバン風の又三郎がやっちゃったんですよね。だからまだ革命は終わってねって言って、まあ、唐さんなんかはパレスチナに行って革命の夢を無理やり持続するというようなことをやったんですよね。これはすごすぎますね。ところがね、ほとんどの劇団はねやっぱりやめたんですね。そこでおしまいで、あのアングラ劇団は解体されたんですね。でそこで劇団というものが停滞するんですね、70年代中盤から後半にかけて。まあ、この辺の話はね、竹内十一郎さんの第二世代の苦しみのところでたっぷり話しましたので、うん、この第二世代の停滞に関してはね、そんなとこですね。ただまあさっきから言ってるように塚康平さんはその停滞とは無縁で、むしろブレイクしてしまったっていうことなんですね。パロディーをやっちゃったんですね。自分たちが今挫折したばっかりのアングラ劇のパロディーを始めて、それでもう大人気になっちゃったっていうことなんですね。だから
この回のこの塚さんと清水邦夫さんの同時受賞はめちゃめちゃ象徴的な事件、もう一つ終わった時代を書いた作家とまさにそれを踏み台にしてこれから現れた今時代を席巻していく作家が同時受賞でしょ。でしかもさっき見てる清水邦夫さんはもうずっと取れなかったのに対して塚浩平さんは初登場でいきなり取っちゃった、うん、25歳当時最年少、それが非常に対照的な感じですね。まあね、うん、結構好き嫌い分かれるかなっていう気はするんですよ、この作品というか清水邦夫さんの文体って現代ね、うん、ただまあこの今となってはやっぱ貴重というか、この徹底した文学趣味はね、あれに癖になるっていうか、もうちょっとこの世界浸ってたいなっていうね、甘美なね、やっぱり陶酔の感覚ってあります。あの文学とか小説が好きな人はすごく好きなんじゃないかなっていう、うん、で良いと思いますね。